一斉ので皆さんこんにちは、ひまわりチャンネルのまーちゃんとおーちゃんです。まーちゃん、おーちゃんのワクワク福文楽しみたい福島市写真美術館の巻。オレンジの屋根が素敵な建物だね。レトロで可愛い。早速中に入ってみよっか。うん。せーの、こんにちは。こんにちは。はあ、衣装が変わってる。ねえ、可愛い。お揃いだね。ね、袴に可愛く衣装チェンジだね。うん。二人ともお似合いですよ。まーちゃん、おーちゃん、ようこそ福島写真美術館へ。案内させていただく長沼です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは建物の説明をします。福島市写真美術館は大正11年に旧日本電気計器検定所として建築されました。大正11年に建てられた近代建築の遺構としてとても貴重であることから福島市有形文化財に指定されています。ちなみに今年で100周年になります。この建物は漆喰天井、装飾を簡素化した内装などが特徴で、明治時代の様式主義建築から機能優先の近代建築の移行期における西洋風石造りの建造物として県内最古と言われるくらい希少な建物です。現在は写真文化をはじめとするさまざまな文化芸術団体の発表活動の場として施設を開放しています。白い壁が綺麗だね。うん、広々としてるね。目の前にある赤い階段も綺麗でしょ。綺麗。うん、綺麗。じゃあ階段を上がってみましょう。はい、はい、わー、レッドカーペット初めて。なんかすごいお姫様になった気分ね。この高い窓もこの建物の特徴になります。こんな高い窓初めて見た。うん、明るいね。ちなみにこの窓から忍山見えるんだけど、二人は忍山知ってる？知ってます。こんなに近くで見たの初めてかもね。2階には日本を代表する写真家の秋山翔太郎さんの写真を除雪展示しているんだよ。どんな写真があるんだろう。楽しみ。こちらが秋山翔太郎さんの除雪展示室です。秋山さんは福島市ととてもゆかりのある方なんですよ。秋山さんは花見山の美しさを全国に広めたことで有名なんだよ。二人は花見山に行ったことある？行ったことはないけど知ってます。ちなみにこれが花見山の写真です。すごい綺麗だし、あの桜が満開でね、ピンクで可愛い。そう、おーちゃんが好きなピンク。うん、この写真見たら花見山に行きたくなっちゃったね。うん、今度行ってみよ。写真美術館では写真を鑑賞するだけではなく実際に撮ることもできるんだよ。じゃあ私たちもこの衣装で撮りたいね。ということで撮影会スタート。撮影した写真がこちら。レトロな建築に袴姿、大正ロマンを感じさせますね。映えること間違いなし。まーちゃん、おーちゃん、写真美術館どうだった？写真撮ってもらうのがとても楽しかったです。いっぱい思い出ができました。せーの、ありがとうございました。福島市写真美術館の巻、おしまい。その他の動画も見てね。